皆さんこんにちは AKB48 の北原理恵ですえ本当ならばえ今日行われるはずだった握手会の場でえ発表させていただくはずだったんですけれどもえ台風のため握手会が中止になってしまったということでこの場をお借りして今日は私から皆さんに発表したいことがありますえっとですね、金曜日の夜秋元先生のググタスでえ突然テラスハウスに 私を推薦ししてくださったという業務連絡がありました、えー、それを受けてですねフジテレビのスタッフさんの方々や、えー、周りのたくさんの方々と話をさせていただきこの番組が男女で共同生活をしていくにあたってしていくとなると一体何が起こるのかどんな感じになっていくのかというのを観察して していくことを目的としたバラエティということでもちろんそこに恋愛が生まれるのかとか恋愛だけじゃなく例えば一緒に住むことによって生まれる家族的な絆だったり、まあ、生活リズムの違いとかであこういう暮らし方もあるんだと発見する、まあ、私たちみたいな,なんてうんですかそう,いうそういった生活を観察していくリアリティショーといった番組だということをお聞きして。 ととても面白そうだなと思いました、えー、正直この話を聞いて本当に一番最初にファンの方たちのことが浮かんでやっぱりこの仕事を受けることによってファンの皆さんに複雑な思いをさせてしまうんじゃないかというのをすごく思って本当にたくさん考えたんですけれども。 やっぱりこれも一つのチャンスだと思いますしこんな企画はやっぱり今までアイドルは誰もやったことがないと思いますのでそれをその企画に秋元先生が私を推薦してくださったということはとても嬉しく思いますしさらに秋元先生に「お前ならできるんじゃないか」みたいなふうに言われているような気がして、えー、とても何ですかね 嬉しく思ったので私はこのお仕事をやらせてくださいと言わせていただきました、えー、正直ですねまだいろいろと不安もあるんですけれどもやっぱり初めて出会った男女6人が同じ屋根の下一つ屋根の下同じお家で暮らすということは、まあ、前代未聞ですし私の中でだし、まあ、もちろん寝室は男女別なんですけれども リビングやキッチンなどはもちろんみんなで使ったりするので、まあ、例えばなんでしょう、ね、みんなで料理とかしたりもしたりするんだろうなとか思うと、まあ、どんな感じになるんだろうととても不安と緊張とそしてドキドキが入り乱れている感情で今後どうなるかはまだ私も分かりません、えー、ですがそうですねでも本当に このお仕事をやらせていただくことによって何か私も成長できるんじゃないかなと心から思ったので今回は本当に頑張りたいと思います、まあ、でもとにかくマネージャーさんからはですね生活用具や洋服など一切合切運んでしまうからねと言われていて本当にお引っ越しする状態なんですけれどもちょっとやるからには全力で楽しみたいなと思っています えー、ということでファンの皆様私北原りえはテラスハウスで共同生活を始めたいと思います、えー、まだ不安でドキドキしているんですけれどもまだ皆さんに見せたことのない北原をお見せできるよう前向きに頑張りたいと思いますちなみにフジテレビさんで金曜夜11時からです、えー、10月12日放送スタートなのでぜひよろしくお願いします以上北原理恵でした ありがとうございました。